こんにちは。今日の講義は書籍、ビジネスを育てるです。この書籍は名著の復刊として、なんと50以上の国で読まれ、世界200万部を突破したという快挙を成し遂げた、約40年にわたって読み継がれるスモールビジネスのバイブルです。この書籍は、小さく、乏しく、拙く始めても、ビジネスは大きく健やかに育てることができるという希望に満ちた言葉が込められています。そして、青木浩平氏が絶賛するように、あらゆるビジネスパーソンのための希望の書として位置づけられています。著者ポール・ホーケンは、園芸ガーデニング商品を専門とするカタログ、小売企業、スミス&ホーケンを設立し、大きな成功を収めた起業家です。彼は自らの経験をもとに、小さく起業し、大きくビジネスを育てた道を明らかにしています。この書籍は、成功するビジネスとは個人が伸び伸びと自分を表現することによってもたらされるという信念に基づいて書かれています。環境を観察し、現場から学び、ありふれたものに違う光を当て、育ててみる。問題があるからチャンスがある。これらの考え方やノウハウは、時代を超え、変化の激しい現代のビジネスにおいても重要なものです。本書では、企業や事業作りに関するヒントはもちろんのこと、仕事に行き詰まりを感じている読者の仕事感を変える可能性を秘めています。それでは、この書籍がどのような内容を提供しているのか、各章について少し詳しく見ていきましょう。第1章では、あなたらしさを実現するためのアプローチが提案されています。成功するためのヒントや罠に焦点を当てた第2章、小さなビジネスでも大丈夫だというメッセージが込められた第3章、そしてグッドアイデアの時すでに遅しという警告がなされる第4章、成長の秘訣を学ぶ第5章、お金にまつわる考え方やアドバイスが語られる第6章、商売のセンスを磨くためのアプローチが示される第7章、そしてまず顧客にパーミッションをもらうことの重要性が説かれる第8章、顧客の視点から学ぶための第9章、良い仲間で良い会社を作るための第10章、そして御堂守という章でまとめられた内容、これらの章ごとにビジネスを育てるための重要な示唆が提供されています。この書籍はビジネスの世界において成功を収めるための指針や考え方を提供するだけでなく、個々の読者が自らのビジネス観を変え、新たな視点やアプローチを見つけるきっかけとなるでしょう。そして常に変化するビジネス環境においても成長し続けるためのヒントや知恵を与えてくれる一冊です。この書籍がもたらす可能性は非常に大きいものです。例えばビジネスの世界において成功するためのヒントや知恵を提供するだけでなく、読者が自らのビジネス観を変え、新たな視点やアプローチを見つけるきっかけとなるでしょう。さらにビジネスの成長や発展に関する理解を深めることで、経済活動全体にプラスの影響を与える可能性もあります。この書籍が提示する考え方やノウハウは、時代を超え変化の激しい現代のビジネスにおいても重要なものです。特に企業や事業作りに関するアドバイスは、新しいビジネスを立ち上げたり、既存のビジネスを改善したりする際に役立つでしょう。そしてビジネスの成功に欠かせない要素や成功するための戦略について学ぶことができます。さらにこの書籍がビジネスにおける倫理や価値観についても触れていることから、読者は自らのビジネス活動が社会や環境に与える影響についても考えるきっかけとなるでしょう。ビジネスが社会全体に及ぼす影響についての議論は近年ますます重要視されています。そのためこの書籍が読者に社会的責任を持ったビジネス活動を促す役割を果たす可能性もあります。さらにビジネスの成功に不可欠な要素として、顧客との関係性やコミュニケーション能力が挙げられます。この書籍が顧客との関係性の構築や維持についてのアドバイスを提供することで、読者は自らのビジネスにおける顧客との関係を改善し、より良いサービスを提供することができるでしょう。さらにビジネスの世界における成功や挑戦についての理解を深めることは、個々の読者だけでなくビジネス全体の発展にも貢献するでしょう。成功したビジネスは新たな雇用機会を生み出したり、経済的な成長を促進したりすることがあります。そのためこの書籍が読者にビジネスの成長や発展に関する理解を深めることで、経済全体にプラスの影響を与える可能性もあります。
この書籍がビジネスの世界における成功の秘訣や戦略についての理解を深めることで、読者が自らのビジネスを成功させるための自信を持つことができるでしょう。自信を持ったビジネスパーソンが増えることで、ビジネスの競争力が高まり、結果的に経済全体の発展に貢献することが期待されます。以上のように、この書籍がビジネスの世界に与える影響は非常に大きいものです。読者がビジネスの成功や発展に関する理解を深めることで、個々のビジネス活動だけでなく、経済全体の発展にも貢献することが期待されます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康でなければ何も成し遂げることができません。心身の健康があってこそのビジネスの成功です。ですから、健康管理はビジネスの成果を最大化する上で欠かせない要素と言えるでしょう。さて、健康管理に関連するトピックとして、ライザップが提供する結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンを紹介します。まず、結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活やメンタルのマネージメントなど、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。30日間無条件全額返金保証や完全個室のプライベートな空間など、クライアントのプライバシーと満足度を重視したサービスが特徴です。さらに、マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめ。トレーナーが作るあなた専用のプログラム、無理な食事制限なし、食べられるダイエットといったメリットがあります。リバウンドしにくい体作りや30日間無条件全額返金保証も魅力的です。次に、ライザップウーマンは洗練されたプロポーションに導くための女性専用プログラムです。ウェイトトレーニングや食事管理、美容マシンなどを組み合わせたトータルなアプローチが特徴です。ウェイトトレーニングに加え、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含まれており、一人一人の目的と状態に合わせたオリジナルのトレーニングメニューが提供されます。また、低糖質だけでない食事管理や筋肉へのアプローチだけでない美容マシンの活用など、総合的なアプローチが特徴です。このように、ライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。専属トレーナーによるマンツーマントレーニングやクライアントのプライバシーを重視したプライベートな空間、そして30日間無条件全額返金保証など、クライアントのニーズに応えるサービスが充実しています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。